もう自分たちの強みはと、まあ、お客様にこう製品を、まあ、供給し続けられるっていう、まあ、その一点だと思ってます。でその理由としては、福島で、浸水被害が、まあ、先月ありまして、でそちらの方で、まあ、他の事業部なんですけれども、自分も大阪在住の自分もそちらの方に復旧支援に行きました。で復旧の支援をして、まあ、部品を取り付けて、配線をしてっていうことをして、まあ、できるだけこう供給を絶やさないようにっていうことを、まあ、復旧支援としてやっていたんですけれども、まあ、そんなように、自分たちのこういろんなところに拠点があるんですけれども、そちらの方で、一箇所が、まあ、被災してしまっても、他のところからサポートが、まあ、手厚いっていう部分があると思っているので、そこを、まあ、メリットとして生かして、お客様に製品を提供し続けられるんじゃないかなと思っています。